皆さんにはこの配信のキャストになっていただきます。視聴者からの評価がある程度得られれば元の世界へ帰るという要望にもお応えします。ご理解いただけましたでしょうか。我々は持ちつ持たれつの関係にあるということですね。これから舞台へ移動いたします。静かに喋らなくていい。喋らなくていいから俺の話を聞いてくれ。どうやって償ってもらうか。謝罪？賠償？でも僕さ、君を傷つけるものを全部壊してあげるよ。もう泣かなくていい。君が笑顔になれるように。